こんばんは日本。今日はなんとスペシャルゲストが遊びに来てくれてるぜ。彼だ。お名前は？熊です。熊さん、まんまですね。今日はどっから遊びに来てくれたんですか？大阪。すごいですね。それ日本にあることぐらいしかわかんないんですけど、日本のどの辺にあるんですか？真ん中ぐらいかな。違いますよね、もっと下ですよね。 これは今日は何しに来たんですか？今日は本当ですか？これは困ったな。アミスさんとはどういう関係なんですか？アミスさんとはどういう関係なんですか？友達以上？いや、恋人？困ったな、熊だけに。今日何をしに来たんですか？面白いレーズンの食べ方が見れるって聞いたから。なんとそんなことが起こりうるのですか？見せてもらえますか？あ、僕らがやるんですね、それを。あ、じゃあどういう感じなのかを教えてもらってもいいですか？ちょっとアンミツ君、レーズン取って。取る？どっから取るんですか？背中どうなってんですか、熊さん？背中から出るんですか、レーズンは？だいたい背中から。いつも持ち歩いてる感じで。まあそうですね。あ、そうなんですか。それじゃあどういうレーズンの食べ方が見えるって聞いてきたんですか、今日？結構な勢いで飛び出るレーズンを、はい、食べたりとか。おお、食べたりとか。それは結構な勢いで飛んでくるレーズンを食べる。胴体広くとかね。あ、目が良くなる。そう、目が良くなる。あ、そういうレーズンの食べ方があるんですね。そうですね。あ、それではじゃあ今日助手連れてきてるアフロ君1号を彼に食べてもらえる感じですか？彼はショットガンで食べるからね。あ、本当ですか？ショットガンいっちゃいますか？ではショットガンでしか食べられないからね。ああ、いますね、そういう方。はい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 、ね、ではじゃあ早速彼にそのショットガンの食べ方を言ってもらいましょう。さあ日本、お待たせしました。なんとこれからショットガンでレーズンを一つもこぼさずにアフロ1号くんがガッツリ全部食べてくれるから。そしてそのショットガンを扱ってくれるのが、なんと本場から取り寄せたぜこの男、ロシアからショットガン男ことレイが遊びに来てくれたんで、彼に来てもらおうと思います。どうぞ、レイくんです。はじめまして。どうも、レイ君、来てくれてありがとうございます。ロシアは寒いですか？ロシアはそうですね。ではじゃあショットガンで行ってもらいましょう。あそこの扱いぐらい寒いかな。ああ、なるほどです。じゃあショットガンで行ってもらいましょう。では今からお見せしたいと思います。アフロ1号君には寝っ転がっていただいて、ショットガン取り扱い3級を持っているレイ君がこのロシアからお持ちしたショットガンを使ってレーズンを食べさせてくれるそうです。さあ準備はいいでしょうか？大丈夫ですか？それでは行ってみましょう。3-2-1でいけると思うんで行ってみましょう。すごいスローモーションで見ないとわからないぐらいの動きで、はい、レーズンを食べると思うので、はい、見逃さないように。そうですね。では行ってみましょう。3-2-1。どうする日本？世界が俺を待っている。最悪の人は来てね。